パパパパパパパアリアです。ユナです。リコです。ユナです。ヒメカです。ピンクだって T P 始まるよ。はい、今日の企画は祝5万人記念質問コーナーです。イエーイ。 YouTube チャンネル登録者数5万人ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、どうぞ。5万人おめでとうございます。髪の毛染めるとしたら何色がいいですか？これからも頑張ってください。じゃあアリアは赤か明るい茶色にしたいかな。ヒナはグレーとちょっと茶色っぽいの混ざった感じの色がしたいです。エコはワントーン明るい茶色とあとインナーで赤入れてみたいなと。私インナーカラーでグレージュみたいな色とかあとメッシュとか、アッシュ、メッシュですよね。メッシュだよ、メッシュ、あ、メッシュ、メッシュみたいな、メッシュだよ。はい、私はカーキやってみたい。そう、ちょっとなんか緑っぽい感じ。ヒメカが私はって言ってた。珍しかった、珍しかった。じゃあ今日私はでいくか。次の質問です。好きな飲み物は何ですか？ガバジュースが好きです。ユナはジンジャーエールが好きです。ユナちゃんマミー好きじゃない？マミー大好き。コカ・コーラが好きです。水とほうじ茶とゼロコーラです。ゆず茶とフルーツジュースは全般好きです。ミックスジュースも好き。美味しい。次の質問です。学校で一番苦手な教科は圧倒的体育。音楽のリコーダーと図工です。もうダントツで社会が無理です。圧倒的数学です。圧倒的社会です。次の質問。キキさんのいいとこ見つって。この質問してくださった方ありがとうございます。ファッションセンスゆきゆきゆき子、お顔がかわかわ美人全部大好き、ラブユー、ピュー。もうとにかくおしゃれで可愛いですね。もう一つはいつもお弁当を半分こするところこまめにいろいろやってるところが好きっていうのと、家具とかの置き方のセンスがすごい好きです。あとネイルが好きです。私はちゃんと相談に乗ってくれるところと、あとはインスタがとてもおしゃれ、あとはいつも私たちのためにお仕事とかやってくださってるところがとても大好きです。はい、次いきます。今みんなが言ったやつとキャリアウーマンです。持ち物とかちょっとしたものが可愛い。髪の色のカーキが言ってたじゃないですか。キティさんのことです。ありがとうございます。次の質問です。お仕事と学校の両立どちらもうまくこなせるように工夫していることがあったら教えてください。どうぞ。あ、わかりました私は学校もお仕事もどっちも大好きだからそんな苦じゃないんですけど、そんな睡眠を取らなくてもってなんないから、なんかごめんなさい。あと私もどっちも好きなんで、学校も友達いっぱいいるから楽しいし、お仕事も仲間とかいっぱいいてもう全部楽しいんですけど、決まりすぎないことですね。楽しいって思いながらやることが大事だと思います。エコは両立をするために撮影の合間とかに勉強してます。楽しく過ごそうアリアは学校休んじゃった日とか友達とかメールで明日来るとか待ってるよとかメールでくれるので、それで行きたくなりますね。次の質問です。みんながあれだけは人に負けないっていうものを教えてください。アホさは負けません。負けてるんじゃない、アホっていうのは。え、私アホじゃないからね。いや、ほんだよ。いや、ほんの次、ゆなちゃん。負けん気は誰にも負けないと思います。どうぞ。寝るのが一番遅い。寝るまでの時間が、あ、ベッドに入ってから寝るまでの時間が。なるほど。私はですね、なんかちょっと落ち込んだ時にそこからなんか全部楽しい方向にできる。ポジティブってことだね。ポジティブ。あ、ポジティブ。はいはいはい。もうちょっとガッとガッとガッと。ポジティブね。負けず嫌いさとメンタルの強さです。もう何言われても落ち込みませんよ。次の質問です。
6万人に行くまでにみんなでしたい企画や行きたい場所。行きたい場所はいっぱいあります、まずディズニーでしょ。あとユニバも行きたいし、あとやっぱり遊園地。あ、全部遊園地だった。長島のプールと遊園地とディズニー。ピンクラテ TV 単独のイベントとかを各地でやっていきたいし、もっとロケに行きたいです。私は脱出ゲームをやってみたい。ずっと言ってるよね。そう、みんななら基本どこでも楽しくないですか。海外ロケに行きたいのと、いつもお泊まりするときって2人3人とかだから全員でお泊まりがしたい。次の質問です。スマホの機種なんですか。 iPhone8。 iPhone10R です。 iPhone7 です。 iPhone8 です。 iPhone8 です。でもバキバキじゃなくなったんです。次の質問。ピンクラテ TV にはどうやって入ったの。ウェブモデルのオーディションとかキラチャレとか、それぞれいろんな道でピンクラテのウェブモデルになって、そのウェブモデル5人でピンクラテ TV を現在やっております。はい、完璧です。はい、次。服を買うときに気をつけていることは。自分が持ってる服とそれ合うかどうかとか、あと色味はどうかとか、あと持ってる服と被ってないかとか。自分らしさが出せる洋服を結構買います。生地が薄いと季節感とかがあんま感じられないし、あとは値段。シンプルなやつとかでも、ただシンプルじゃなくて、で私は一癖入ってるとか結構見ますし、黒が多いんでたまにちょっと色入れたりとか柄シャツとかですね。自分の好みで買うから似たようなものが集まっちゃうので、これで持ってるなと思ってできるだけ買わないようにしてるのと、あ、これは差し色入れなくても統一できるなって時はもう赤とか入れずに白黒だけとかでも可愛い時はあるんです。次の質問です。好きな異性の仕草は。え、照れるっていうこと。その真剣なまなざしが。あ、え、これ再現していいですか。です。なんか、え、ここの横側が好きなんですか。あ、こうちょっとクイってなった時が、私は何かに一生懸命やってる姿とか、ちょっと優しくしてくれた時とか、なんかいいですね。腹筋がすごい好きなんですよ。腹筋がすごい好きで、山崎健太君の腹筋とかはちょっとネットで見てます。憧れの人は誰ですか。ニコルさんがすごく可愛くて好きです。あとブラックピンクのリサちゃんがすごくラブです。なんかみんな似てる。ありがとう。小さい頃から安室奈美恵さんです。あー、福見メルさんと横田真由さんです。私は浜崎あゆみさんです。私はマーシュアヤさんと西野七瀬さんです。うん、次の質問です。好きなお母さんのご飯は。やっぱりハンバーグとか。あとトルティーヤ。ズバ抜けて大好きなのがオムライスで、もう一つは鮭のムニエルです。ハヤシライスと、あとはナメコの味噌汁が好きです。オムライスとトンテキ、あとナスです。ナスの醤油の炒めです。いっぱいありますよね。ワタリガニのトマトクリームパスタ。次の質問です。食事制限はしてる。してる人、してない人。制限食べ過ぎちゃったら次の日ちょっとオフにしようかなとかはある。次の質問です。ピンクラテ TV に入って変わったことは何ですか。人見知りが治りました。あ、思った。いいことだ。メイクとか研究とかするようになって意識が結構変わりました。そのあんまりトーク力がなかったんですけど、ちょっとトーク力が上がったって言われるようになったのと、 SNS のフォロワーさんがめっちゃ増えました。前より明るくなったって言われるんですよ。そんな静かとかじゃないのに、なんか明るくなったって聞かれます。センスが変わって、メイクとかも研究してマッサージとか頑張りました。食レポとかも練習して上手くなるように頑張りました。次の質問です。メンバーの中で彼女にするなら誰、誰と付き合いたい。ひめかかゆらり。アリアちゃん。ゆらりちゃん。ひめか。あ、すごい選んでほしそうにしてるから。アリア。次の質問です。 What's your favorite episode? エピソード。一番好きなエピソードは何ですか。企画ってことだね。ああ、アリアは読売ランドです。浴衣の時も楽しかったし、かわいい。全部が楽
楽しい。かわいい。大阪ロケとかサンリオピューロランドに行った時とか、私はこうやってスタジオで撮影してる企画とかでも絶対一回爆笑してるなって感じで、確かに楽しかったです。ロケに行ったら楽しいです。うん、次の質問です。オフ会やらないんですか？会いたいよ。予定はないけどやりたいよね。やりたいね。でもあの原宿ロケ行くよとか宣伝したら来ていただければ会えます。次の質問です。好きなじゃがりこの味は何ですか？佐賀明太子チーズ。チーズサラダ。チーズサラダ。最後の質問、ピンカラテ TV の次の目標は？6万人登録者数突破。イベント。イベントとチャンネル登録者数を6万人にする。オフ会とか、ファミとかそういうイベントとかやりたいです。ゆらり卒業までに7万人とイベントやることです。今回もね、1000件以上の質問が届いたらしくってありがとうございました。ありがとうございました。あのチャンネル登録動画見てるけどまだしてないよって方は本当にこっちに1個ボタン押すだけなので本当にしてください。これからもよろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。